遠くの山奥に位置する湖、闇の湖と呼ばれる場所があった。この湖は地元の人々の間で不吉な場所とされ、近づくことを避けられていた。多くの失踪事件がこの湖の周辺で起こっており、そのすべてが未解決のままだった。若い記者のジェシカは、闇の湖の謎を解明するために、カメラマンのマイクと共にその地を訪れた。彼女は失踪事件を追い、真実を暴くことで名を挙げたいと考えていた。湖の周りの村人たちは、ジェシカに何度もその場所へ行かないよう警告した。彼らは口を揃えて湖には悪霊が宿っていると語った。ある老人が、昔この湖で起きた悲劇を話してくれた。昔、この湖には美しい村があった。しかし、ある日突然村は湖に飲み込まれ、人々は皆消えた。その後、夜になると、湖から人々の悲鳴が聞こえるようになったんだ。ジェシカは老人の話をメモに取り、興味をそそられた。彼女はこの話が真実かどうか確かめるため、湖の調査を続けることに決めた。翌朝、ジェシカとマイクはボートを借りて湖に出た。湖の中央に差し掛かると、突然ボートが揺れ、奇妙な音が聞こえてきた。マイクはカメラを構え、その音の方向を捉えようとした。すると、湖の水面に何かが浮かび上がってきた。ジェシカ見てくれ。マイクが指さす方向を見ると、古びた人形が浮かんでいた。人形は異様にリアルで、まるで実際の子供がそのまま人形に変えられたかのようだった。しばらく見ているとその人形は何者かに引きずり込まれるように水中へと沈んでいった。その夜、二人は湖の近くでキャンプを張り、さらなる調査の準備をしていた。ジェシカは、湖の伝説について詳しく調べているうちに、ある古い日記を発見した。その日記には、湖の底に沈んだ村の詳細が書かれていた。村は最悪の日に突然消えた。そして、その最悪の原因は村の祠に封印された古代の悪霊だった。ジェシカは驚愕した。日記の最後には、悪霊を解き放つなと警告が書かれていたが、彼女はそれを無視し、真実を解明しようと決心した。深夜、湖の周囲が不気味な静寂に包まれる中、ジェシカは奇妙な気配を感じて目を覚ました。彼女がテントから出ると、湖の水面が不自然に光っていた。その光の中から、人々の顔が浮かび上がり、彼女に向かってささやき声が聞こえてきた。ジェシカはその声に導かれ、湖の中へ足を踏み入れた。突然、湖の底から無数の手が伸びてきて、彼女を引きずり込もうとした。彼女は必死にもがき、マイクの名前を叫んだが、彼の姿は見当たらなかった。翌朝、村人たちはジェシカとマイクのテントが空っぽであることに気づいた。彼らは湖の周りを探したが、二人の姿はどこにもなかった。湖の水面には、ただ不気味な静けさが漂っていた。後に発見されたジェシカの日記には、最後にこう書かれていた。湖の底には、本当に村があった。そして、私はその村の住人たちと共に、永遠に囚われる運命なのかもしれない。村人たちは恐怖に震え、湖を避け続けた。そして、闇の湖はさらなる犠牲者を待つかのように、静かに佇んでいた。